Hey guys, my name is Kwami. どうも、クワミです。よろしくお願いします。はい、ですね、本日、私は、健康診断を受けてきました。健康診断ね、なかなか大変でした。体重、身長、体重、視力とかね、外見とかいろいろな、簡単にわかるものもあるんですけど、胃にがんがないかとかね、食道にがんがないかとかね、バリウム検査があるんですけど、それがすごく大変でした。バリウムを飲んで、発泡剤っていうのを飲んで、まあラムネみたいな感じで、なんかシュワシュワするんですけど、ソーダみたいな、発泡剤を飲んで、バリウムを飲むんですね。で、その、レントゲン技師さんの指示に従って、飲んでくださいとか、横向いてくださいとかね、いろいろやるんです。で、それがなかなかね、辛かったですね。はい。まあ、こんな感じで。あとね、採血。今日はね、本当にね、若い看護婦さんだったんですよ。綺麗だったんですけど、すげえ下手くそだった。痛えって感じでした。はい。という感じでね、まあ、今日、健康診断に行ってきました。うん。やっぱね、バリウムね、あんま良くないね、っていうふうに思いました。バリウム飲んだ後、下剤を飲むんですけど、下剤飲んだ後ね、なんか体調が悪い。なんかね、お腹の調子が良くない感じがしてね。嫌だなっていう風な、そんな動画です。で、ちょっとね、お医者さんにね、バリウムに関してインタビューをしてきました。ちょっと音声だけですけど、載せれる、なら載せたいなっていうか、多分載せれると思うんで、この動画の後にくっつけたいかなというふうに思います。はい、Today I went to a hospital to, to have a health checkup. There are some easy tests, easy checkup, but I don't like Valium contrast X-ray. In Japan, we drink Valium when we check our stomachs. The procedure is really complicated, and I was asked to do this, do that. Hey, drink now. I turn left, turn right, like this. And then the X-ray expert asked me to do this, if I exhale gas, I have to drink it one more time. So it was really hard for me. This was the first time, so I always exhale gas. Then I repeated the same procedure. So, Valium contrast X-ray check will be Valium contrast X-ray is really hard, so maybe this time will be the first time and last time. Okay, anyway, thank you for watching. Please subscribe to my channel. Leave me some comments. はい、ご視聴どうもありがとうございます。また見てください。チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。で、日本語のね、お医者さんに対してのインタビュー、この後つけたいと思います。では、バリウム、もしね、やるんなら、健康診断って基本的に辛いものあるんですけど、バリウムも辛いです。けど、胃カメラの方がいいかなっていうふうに思います。はい。では、以上です。失礼します。ほら、これね。あれ、体重検査は今、どの気にしてないの？あ、してないですよ。19歳、18歳の時に、大学の健康診断で、尿酸値が高いって言われて、それで、その後、最
検診の前に水をガブガブ、ガブガブ飲んでごまかしなさいみたいなこと言われて終わったような気がする。はぁ、本当ですかそれ。そうあれなんか IgG 症の話と違うの、なんか血尿出てなかった。いや、血尿なかった。血尿なかったです。尿酸値が高いって言われて、でもその時に、結構3日間寝ないで、バイトとかしてたりとかもしてたんですよ。だからそんなそうかもしれないねっていうふうに言われてたんです。これさ、ちょっとその医者どういう人か知らないけど、 IgG 症ちょっと疑わしいな。普通血尿が出るんですよ。血尿なんですか。尿酸値が高いって。尿酸値は IgG 症で上がることは絶対ないと言うんだけど、まあやっぱ血尿だよね、一番上の人って。うん、それもさ、見た目っていうよりケビカルメールわかんないぐらいの血尿が出ること、はいはい、あとはIgG 症かどうかってさ、診断する人生病って人生で判断してる組織がないと分かんないですね。それはやってないです。背中からやるやつですね。そう。それはやってない。ちょっと IgG 症かなりって話するけど、聞いた範囲で。たぶん違う病気だと思ってた。ああ、たまたまその時の数値が変だったのかもしれないですね。なんかその水飲んだごまかしませんってもすごいね、これ。なんか大変だからって。ああ、出なかったんですよ。マスクやりたくないですか。すげえじゃん。ごまかしなさいってさ、なんか何でしたっけ、人工透析とかに毎回行かなきゃいけないから大変ですよみたいな、そんなこと言われたの。透析って言われたの。あ、なんかもし本当に IgA だったら、はい、なんかそれちょっと極端な、なんか大変ですよ。IgG症のさ、一番最後は透析ない人は確かにいるけど、まあ途中さ、いろいろ薬飲んだから、はい、急にそう見るわけでは決してないですけどね。IgG症だったとしても、はい、でも多分違うと思います。さっきも言ったけど、血尿のやつだったら血尿も1回ぐらい IgG 症まずないので、別の病名だと思って。はい、一個質問あるんですけど、うん、バリウムって体に良くないですか。バリウムは、まあ、体内に残らなければ大丈夫だと思うけど。なんかビジネスジャーナルで読んだら、医師は絶対にやらないって。バリウム検査は？なんか胃カメラをやる、口からの鼻じゃなくて。あれですよ、バリウム自体よりさ、放射線を見る方が悪くないじゃない。ああ、そうなんです。そう。レントゲン1枚取るよりはかなり被曝するからね。ああ。そっちの方が良くないと。じゃあ、癌になる確率はちょっと上がるかな。まあ、それは確率の問題だから何とも言えませんけど、まあ、おすすめではないのは確かですな。やっぱりカメラの方が全然。先生は受けないんですか。あ、僕も昔バリウムができたけど、最近はカメラです。あ、もう、うん、あ、そうですね。うん、バリウムは。患者さんには絶対バリウムを勧めない。あ、そうなんですね。うん、患者さんはどうしてもさ、胃カメラ飲みたくないっていう人以外は勧めない。あ、そうなんですね。で、あともう一つはさ、バリウムやって比較するとカメラって二度でもになるから、はい、絶対高いのがいいと思う。一発で終わるから。そうです。あ、そうです。でもやっぱ高いですよね。何が？カメラ。カメラ。ああ、まあだけどさっきも言ったように被曝量とか考えたらカメラの方がいいと思うけど。ああ、そうですか。あとさ、だって覗けるじゃないですか。バリウムって結局さ、胃についたバリウムを外からレントゲンで撮って どういうバリウムがくっついてるか、それで判断してるから、ね、やっぱり信憑性が低いんですよ。ああ、そうなんですか。あ、それはさ、昔の先生はバリウムでもかなりのことが分かるとか言う人もいるけど、ちょっと最近の医者はあんまりそう思ってないと思いますけど、はい、それが私の見解。わかりました。はい。はい、ちょっと音声がね、あまり良くないのに加工も加えたので、ちょっと、聞こえづらかったかなというふうに思います。で、まとめるとですね、医師はバリウム検査を好まない。行わない傾向があるということが分かりました。その理由としては、まず二度手間、バリウムを飲んで排泄して、その後より詳細な検査を行うっていうのは本当に時間がかかる。なので、基本的には胃カメラを使うそうです。で、バリウムが危険なのかということを聞いてみたところ、バリウム自体には危険性はほぼない、排泄すればほぼないということでした。ただレントゲンを浴びるので、放射線被曝するということで、多少ね被曝するということで、その点で体に良くないということでした。はい、ということでね、今回の動画は以上です。私もね、バリウム検査を行って、やっぱりね、
なんだろうな、発泡剤っていうかラムネみたいなの飲んで、ゲップ出ちゃって、何回もね、おかわりしました。はい、ということでね、あんまり気持ちいいもんではなかったので、バリウム検査は次回からないかもしれないですね。はい、ということで以上です。ご視聴どうもありがとうございます。また見てください。チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。Thanks for watching. Please subscribe to my channel and leave me some comments. はい、バリウムコントラスト、experiment is not, harmful. Just radiation of, X-ray is a little bit dangerous to us. Okay, if you don't like to take the experiment, you can just skip it. Okay, thank you so much for watching. Bye bye.